皆さんこんにちは、ユースフルのヨタです。本日はラウンドダウン関数についてご紹介をしていきます。このラウンドダウン関数、どんなことができる関数かといいますと、値を切り捨ててくれる、そんな関数になっています。使い方はすごく簡単なので、早速ワークシートを見ながら一緒に確認していきましょう。本日もよろしくお願いします。それではやっていきましょう。まずは税抜き価格と消費税率が書かれているので、これらを利用して税込み価格をこちらに求めていきます。計算の仕方としまして、一度おさらいをしておくと、イコール税抜き価格かける1たす消費税率、こちらで計算できます。この消費税率は G3 セルに独立して持たれているので、後で下にフィルをするために F4 キーでがっちり固定をしておきます。この状態でエンターを押しまして、下にフィルをしてもそれぞれ正しい税込み価格を求められていることがわかると思います。じゃあなぜこのように消費税を計算して、ベタ打ちではなくしっかりセル参照をした上で計算をしているかというと、消費税が変わったとしても計算が非常に楽になるからです。もしこれらの消費税をベタ打ちでかける 0.1 みたいに持っていると、消費税が変わった時にそれぞれいちいち手直しをしていかなくてはいけないので、それは非常に効率が悪い作業になってしまいます。一方でこんな風に消費税率をセルとして持っておいて、消費税が変わったらここの 10% を 20% にしてあげれば値は自動的に変わってくれるので、後々の作業を楽にするためにもこういった計算式で持っておくと良いと思います。さて、消費税率を 10% に戻したんですが、この税込み価格を見てみると、ほとんどの数に小数点が記載されていますね。ここでラウンドダウン関数を使っていきます。使い方としましては、先ほど作った式 F2 キーでセルの編集をしたら、先頭にラウンドダウンというふうに打ってください。これで括弧を入れると、このラウンドダウン関数には値と桁数、この2つの引数が必要であるということがわかります。値に関しましては、先ほど打った計算式、この税込み価格を求める式がもうそれすなわち値になっているので、今回は入力する必要はないんですが、次に入力するのがこの桁数ですね。今回は端数、小数点以下をすべて切り捨てたいので、こんな時には0を打ってください。この状態でエンターを押すと、このように1355というふうに端数が切り捨てられた状態で持たれているのが分かりますし、これを下にフィルしても全て小数点を四捨五入ではなく、バッサリ切り捨てた形で表現してくれているので、このように最終的な合計も小数点がない形で現れていることが分かると思います。これがラウンドダウン関数の基本的な使い方です。さて、今回の動画でお伝えしたかったポイントはこちらで以上なんですが、ぜひ皆さんにはもっと深くラウンドダウン関数のメカニズムを知っていただきたいので、桁数を0以外に設定するとどうなるのかというところも合わせてお伝えをしていきます。結論から申し上げますと、どの位置から切り捨てるかっていうのを自由自在に変更することができるようになります。それでは改めて下に 123.456 という数字を用意しました。この下にイコールラウンドダウン関数で始めて、桁数を0ではなく1にします。そうすると123.4というものが返ってきました。これなぜ .4 小数の部分が一つだけ返ってきてるかというと、先ほど桁数のところで1というふうに言ったので、小数点以下一桁だけ残してね、つまり今回でいうところの小数点第2以下は切り捨ててくださいねというお願いができたということになります。なので、例えばここを1ではなく2に変えると、2つ残してくれるからこそ小数点第3以下の6だけが切り捨てられているということがわかると思います。そしてこのラウンドダウン関数の桁数は正の整数だけではなくて、マイナスを打つことも可能でして、例えばマイナス1というふうに打つことで120という値が返ってきました。これはマイナスを打ったことで整数の範囲にも切り捨てが及んでいるので、今回は1の位以下がバッサリ切り捨てられていて120が残っているという形になりますし、ここをもちろんマイナス2にすればもう皆さんお気づきの通り100という値が返ってきて、10の位の2というところももう切り捨てられているということがわかると思います。まあ、こんな風にラウンドダウン関数はマイナスで表現すると整数部分、整数で表現すると小数点以下という風にちょっと頭がこんがらがるような内容になってしまうかなとは思うんですが、皆さんに覚えていただきたいところは、0で打つと小数点以下の端数を全て切り取ってくれる、それがラウンドダウン関数だよということなので、こういった詳しい仕組みはぜひちょっと頭の片隅に置いていただければ嬉しいなと思います。本日は以上です。
はい、皆さん本日もお疲れ様でした。本日はラウンドダウン関数をご紹介してきましたが、意識してほしいポイントは一つだけで、小数点以下を切り捨てる、そんな場面に遭遇したらラウンドダウン関数を使うんだなというところだけぜひ覚えていただければいいかなと思ってます。さて、ここまでいろんな関数を動画の中で紹介してきましたが、次の動画からもっと本格的に関数を学んでいきまして、最初に VLOOKUP 関数、皆さんきっとよく使うであろう関数ご紹介していきますので、チャンネル登録と高評価押していただいて、次の動画も楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。